お疲れちゃんです。ラットです。今回はゴブチェイスパーキーの方やっていきたいと思うんですけど、まあデッキがですね、こちら。で、ゴブチェイスパーキーも当初、というかまあなんだろうな、まあ修正後かな、ゴブジェイトスパーキーが情報されてすぐに結構使われてたんですけど、結局なんかそんなに今は使われてなくて、その当初使われてたのが、なんかヤリゴブとかギャングとかコウモリとかの入った、まあ、枯渇させるですね、まあ、スパーキーに対してザップとかを打ちたくなるので、まあ、枯渇させるスパーキー型だったんですけど、ザップ枯渇とかだったんですけど、まあ、今回はですね、ちょっと、まあ、型が全然違うゴブジェイスパーキーをですね、こちら、まあ、紹介していきたいなと思いますね。はい。で、今、ブラチャレ、今日はブラチャレ行きたいと思いますね。ゴブジェイがね、まだ、育ちきってないんで。なんで今グラチャで 4-0 で、しかもなんか26と、まあ、26はいいかバルーンでペッカがやっぱいるんですよね。ペッカがちょっと当たってて、でもこのペッカの、まあ、エレキザップとかペッカのザップ型にも普通にね勝ててるんで、まあペッカに対しての立ち回りとかを喋りつついけたらいいなと思いますね。はい。なんだろう、まあペッカー、まあ、ゴブジャイが結構ペッカに対してすぐ溶かされちゃうっていうのがあるんですけど、逆にこっちもスパーキーで相手のペッカーを溶かせるっていうのがあるんで、まあまあゴブっちゃゴブでも、まあそのエレキとザップがすごい厄介っていうのはねあるんですけど、まああれですね、ペッカーと当たっちまえば早いんだけど最近なんかグラチャレのマッチングが長いみたい、なんか長いらしくて、ツイッターとかでよく見ますね。グラチャレマッチングせんやん、どっかのなんちゃら鳥みたいな人が言ってましてね、まあ誰とは言えないですけど、いやーてなわけで待ちですね。ペッカに対しての、あ、そっか、なんだろうな、ペッカに対しては、まあ、なんだろう、おこの人多分マルチで取る人高い人、知らないけど多分ペッカに対してはもうゴブジャイ相手のどうにかこっちはスパーキー展開をしたいわけですね。なんかゴブジャイと他で攻めようとしても結局ペッカで溶かされちゃうんで、こっちからしたらどうにかスパーキーを出したいっていうので、でも初っ端からスパーキーとかをパッて出しちゃうと逆サイにコチョババユーノとか、まあコチョババとなんかとか攻められて、でそっち防衛してじゃあ攻めようかと思った時にコストなくて、そのスパーキーがエレキとかでなんか簡単に処理されてしまうっていうのがあるんですよね。だから、まあ、スパーキーを出すタイミングっていうのはすごい難しくて、まあ、だからこそあえてゴブジャイをですね、ペッカー相手にというかにはまあ出してあげて、あえてゴブジャイを出してあげて、で、まあ、ペッカーが出るじゃないですか。でそこに対してスパーキーで防衛していくっていうのが、まあ、結構いい立ち回りかなと自分では思ってて、で、まあ、その際にまた逆サイ攻撃されたら縦線なんですけど、縦線で防衛ですね。でエレキもだってトルネもあるんで、ホグとかだったらトルネすればいいし、だからおや、これエレキズシャンしたいです。てかこれさ、スパーキー優秀、あ、言うてかった、これは気をつけて、いやこれでも当たんなくね、スパーキー当たるんかい、危な、え、あ、ちょっと待って、舐められてねこれあれこれでも一発入れるんじゃない？ゴー、うわー、なんでやねん、これなんか7、なんか超重量級チャレンジ的なやつかな、なんか30しか出てきそうなこともないよね、一応構えて、やばこの読み、最近のこの、え、待って、溶かす、はいはいはい、でこれも一応キング起動ですね、一応キング起動で、はいはいはい、相手のデッキはねやばいですね。まあそんな感じだと思いましたけど、なんか海外のマジでめちゃくちゃ有名な YouTuber がいるんですよ。本当にクラロワの一番有名な YouTuber みたいな人がいて、その人がなんかたまになんか平均コスト 7. 何歩でチャレンジした1番目の方になんか賞金あげますみたいなことをよくやってるんですよね。だから多分そんな感じだと思うんですけど、よし、俺のスパギ優秀、やばい、なんだこれ、ちょっとすることないから、もう5打って
3式でもトレネでまとめちまえばいいんで。やば、やばくね、普通にやばいよな。ちょっと焦るよなこれ。ロリババがどうせ優秀だからこんな。やば、え、待って負けたくね。やば、ちょっと待って近い。え、そんなことある、そんなことある、あれえ、ちょ待って、でもこの人な多分あれなんですよ、ちょっと違う、これ例外だわ。こんなんなんでこんなのに負けんなんて。そうこの人ね、やば、712、そう化け物なんですよこの人。許してやばい、出だしやばい。普通のデッキには勝てるけど、これはちょっと相手が上手かったかな、相手が上手かったのとちょっと自分が甘えちゃいましたね。あー違う、これマルチだとちょっと危ないですちょっと危ない。なんで、今のはね、しゃあなし。今のは、やばい。あれはやばい。本当にやばい。あれは異次元の強さですね。あれちょっと、別。いや、これもまた異次元の強さの人が来たやつかもね。初手スケラ。しかも開幕。早い。コスまだ10溜まってなかったのに。やばい。めちゃくちゃアドくれたんだけど、相手。けど、ここに本当はゴブジェあったらね、相手がスケラーで5コス受かって、なんで、端前で合わせたかったんですけど、まあ、なかったんでね。まあ、一回これは待ちですね。なんだろう相手。することないから、まあ、回して、よいしょ。なるほど。エレキ、インドラロリババ。まあ、普通のテンプレかな。テンプレスケラかな。まあ、ここはね。スパーキーをチャキッと出していきますね。で、これボーラーでしょ、美味しいですね。ボーラーで、この後に何が来るんだろう。エレキがちょい厄介ですね。エレキが。おしゃれ。これ一回捨てますね。これもうどうにもできないんで。意外と、あの、スケラ防衛ってめちゃくちゃ強いんですよ。よいしょ。で、ああ、なるほどね。え、めちゃくちゃおしゃれですね、この人。攻めがいちいちおしゃれ。やばい。待って、やばい。危ないですね。周りで攻めてくるスタイル。なかなかやりますね。で、まあ、今みたいにスパーキーに対してスケラ防衛されちゃうと、結構攻めれない。結構なかなか攻めれなくなっちゃうやつありますね。まあでも毎回してくるのかな。まあでもロリババでワンチャンゴリ押しで突破っていうのもありなんですけど、あれだらエリキちゃんがすっごい厄介ですね。一回ちょい後ろから出して、あで、これ多分フリーズしてくるタイプですね。フリーズ来るんで、あこれも5打ったらどっか行く、イエイ、なるほど、まあなるほどみたいな感じですね。きっとやばい、これ、ちょいだるですけど、これ、別に今押されてるわけでもないので、これ丁寧に行けば全然大丈夫ですね。で、ここでフリーズ来たとこって、ロリババで、カモン。いや、来ない。これに対してもゴブジェ当ててあげて、で、あとエリキとファイボ、相手エリキか。エリキだね。もうこれドラ、トルネファイブしますね。よいしょ。で、これで今エレキもどっか行ったんですよね、今ので。まあ読みですね。まあエレキが来る。てかスパーキー出してエレキは絶対出すんで、まあそれによってね、今、トレーナー5でドラドラを処理しつつ、あのエレキちゃんもどっか行きましたね。あれ、気づいたら落ちてた。はい。みたいな感じ、嫌なのな、でも。まあ今のができると、マジで正直無双レベルで、この時強いんですけど、本当に。あんなん絶対エレキ出すじゃないですか。まあ、相手が例えば26とかでも絶対スパーキーが入って打つだろうなっていう瞬間にスケルトンとかアイスピでスパーキーを止めると思うんですけど、26を使う側からしたらね、それに対してロリババとかもう絶対に何か来るんでね、マナエレキが来るっていうのもロリババでもよかったんですけど、相手のドラドラもいたんでね、まあ、トルネファイブで一緒にバイバイしましたね。というわけで次、これ意外にね、その1枚を裂きにくいんですよね。
これも、いや、エレキの方が良かったっすね。ここで、後ろからピックが出された時に、そう、これ。ここで、スパーキーを出したいんですよ。そしたら、普通にペッカを受けれて、そのままカウンターで2周目ゴブジェが回って、届くんですけど、やっちまるようですね。やっちまるよ。久しぶりだな。カバンさんの。懐かしいな。いやー、もうこれ、きつきずなんですけど、ちょっと違う相手。コトリネですって、からの、このエレキの前で、こっちの陣地入ってから、当たってたよ。OK。そしたらタワーが防衛してるんでね。でからのロリババでエレキも処理。これワンチャン端前でゴブジェピョイと。でこれで相手きつくね。ああいたわそんなの。いたわ。そ周りが早いですね回転。まああれはシャアなしでエレキで受ければいいかな。まあ突進いないんでこの辺でロリババとかしてきたらめちゃくちゃうまいんですけどね相手は。まあさすがにないですね。でホグに対してはトルネあるんで相手はペッカのホグなんか珍しいっすあんま見ないでこれです。あー待ってこれ今のもう 0.1 秒ぐらい早ければダメージ受けてなかったですね。まあしゃあなしっすね。でこれちょっとスパーキー出したいんだけどペッカに対して合わせたいんで一回待ってこれもすることないから5を飛ばしてちょい手前に。おおなるほど。でこれはスパキですね。で立ち迫るんでよいしょ。でこれロリって相手今ザップ事故ったっすね。これ勝ちましたね。もうでこれでゴーアストラ一発は受けますね。一発受けてこれね一回無視ですね。もう元気としてるんでてかまあ逆再力でいいかな。あ、ダメだった。あれ？いやでも、これもペッカを、ああ、痛い。ゴブジェに殴らせないように。いや、さすがに適当すぎた。いや、よいしょ。やばい。調子乗ってホグ無視したのがやばかった。やばい、トルネで普通に防衛しとけばよかったみたいなのがある。まあ、けどですね、OK。今度逆にもう防衛ですね。こっちはゴブジェと多少なんかで攻めれるんで、一回、甘い感じで防衛してよいしょ。であと僕は左攻めですね。このスパーキーに対して絶対あれ使うと思うんですけどペッカ扱わない。まあちょいとやばいぐらい言うてか。でこのホグは、まあ、トルネティアがあるんでねトルネ5しますね。一応5も防衛で使ってよいしょ。はい。であと600なんで、まあ、言うて焦るとこではないですね。これはしっかり縦線とか言うので防衛してればさすがに突破されないです。でこれもうガゴも来たんでトルネしてはい。で、まあ、こっちが変に攻めずに防衛だけしてると、まあ、こんな感じで無限に守れちゃうわけで問題は相手も攻めてくるというかこっちも削らないといけないのでこれ美味しいですね。これこういうのが美味しいですね。でこれに対してもう丁寧にいけば、まあ、僕が逆サイホグを変にむしらずにちゃんと守ってたらこんな風にならなかったんですけどよいしょ。あ待ってやばい突然出てないあれはいで逆サイスパーキー優秀でこれで勝ちですね。はいグッドゲーム。エレキいるんでねエレキいるというかもうゴブジェイをペッカで守ったとってスパーキーでオワコンみたいなとこありますね縦戦がまあ優秀ですね。はいというわけで痛いなしょっぱなそれに負けるっていうねペッカーグですね。それに負けるっていうのに、ちょい、負けちゃいましたね。これ、ね、普通にトルネがまとめ、あ、ファイボだ。トルネでまとめれるからいいやって、調子なんてファイボ使ったのが、良くなかったですね。でも、マジでこんなデッキに負けちゃったっすけど、普通のデッキには勝てるんでね。はい。ぜひ、こちら、マジでグラチャレにすごい合ってると思うんでね、今。
よければ使ってみてください。というわけで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ではお疲れ様でした。